か。田中君現る。あ、ほんまや。レーザーさん現る。どっちかやな。何がすか。どっちのバージョンかや。ここに来るときはレーザーさん。間違いなく。手土産に大福とか持っとらへんのかな。持っとらへんな。見たことないもんな。ないですね。いや、うまかったで、大福。うん、おざす。吉野さん、この間ありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ。全然動画回ってなくてショックなんですよ。なあ、いや、あれは俺のせいかもしれへん。いや、なんで、多分俺のせいです。じゃあ、俺だ、その日な、誕生日やって、彼女と小旅行やってん。はい。で、昼に京都で蕎麦食って、はい、そっから田中くんとこ行ってお茶して、そっから丹波篠山行って、ほう。晩飯にボタン鍋食って、はい、で次の日は次の日で昼に舞鶴まで行って、はいはい、あの お刺身定食とか食って、だから結構な食い物ネタのやつをいっぱいあげてん、うん、田中君のところのやつが一番回ってへんねん。どれぐらい差があるんですか。いやだってそんなんな、俺の飯食いの動画なんで100回行ったらよう回ってる方やね、うん、もう行かへんことも多いね、まあ、50回ぐらい回ってたらまだマシやなみたいなもんや、うんうん、田中君あこのやつは今30何歩とかやね。あ、低いですね。なるほど。いやそれはなんかな、俺の作りというか、うん、セットアップに足らへんとこなりなんなりあったんちゃうかなと思って。でもそれやとその出方で影響受けんのやったらあれっすね、維持率が下がる方で多分出ると思うんですよ。そもそもクリックされてないから、うん、なんかちゃうんですよ、うん、そう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 、見られて内容がもう一つやから離脱すんのは別理由じゃないですか、うん、それはそもそもインプレッションのクリック率が低いっていう、うん、いやインプレッションが低いですね。とまあその数字やったらやろ、うん、そのインプレッションしたのに、うん、クリックがされなかったなのか、そもそも配られてないのか、インプレッションが。そうそれやと思うね、うん、だからなんかそのタイトルが良くなかったとかな、うん、なんかそんなんもあるかもしれん。今、おしまさん何人でしたっけ登録者数、うん、2600。今すごいですよね、なんぼ趣味で2600までいってるから国雄大と今競争してんねん。そう、国雄大もすごいなと思うんですよ。だって俺国雄大より多いねん、うん、100人ぐらい、うん、俺それが不思議やわ。あのや彼のやってる動画見たら、うん、よっぽど見やすいというか、うん、いやなんか、ね、あのポップやと思うね、内容がな。サバゲーのテーマではあるけど、 YouTuber してるんですよちゃんと。そうそうそう、落村さん、落村さんなんで、うん、ちゃんと Twitter とかもすごいしっかりしてらっしゃるんですよ、うん、なんかちゃんとしてる。いやそやからもう俺いつ抜かれるかいつ抜かれるか思ってんねんけど、うん、なかなか抜かれへん。でもそれはひょっとしたらまあどういう理由があるんか個人のあれやしええねんけど、うん、やっぱり顔さらしてへんいうのはちょっとあんのかもしれへんなっていう。まあ確かに。だまあそれがええ場合もあると思うねんけどな、うん、でも一般的に言うたらやっぱマイナス面の方が多いかもしれへん。まあ、誰が言ってたんだっけな。どっちなんやろ。トビオ君が言ってたんかな。出した方がいいっていうのは聞くっすけど、ただ出さなくても伸びてる人もいるから。まあまあそうやで。そうなんですよ。コクさんって僕めっちゃしっかりとは見たことないですけど、レビューとかはやってはるんですか。レビューはないと思う。どっちかというと Vlog かな、あれは。
Vlog? Vlog 意外とそこあるか僕だって押村さん知ったんレビューからなんかいや、そうやで俺ね、あの部屋の動画がで、あのエアガン紹介してんのがやっぱり一番率ええねでしょ。でもそれって、うん、もうネタが切れんねん。こんなんいっぱい持ってんのに。だって俺部屋の動画って何ぼやったっけ400何ぼやで、うん、まあまあだってそのエアガンレビューメインもありますし装備も結構レビューありますから、うん、いやだって僕たまにそういうレビューめっちゃ見返してあります。僕はうん、どんなん言ってたっけ、まあ、本人に聞いた方が。いや結構古いやつがお、なんでこれ今見られてんやろみたいなやつやっぱたまにあるしな。まあだから僕みたいに最近始めた人とかやったらやっぱその言ったらナムセン系とかちょっと古い系の装備10面レビューはもう白金ベースさんか押村さんぐらいしかないですよ僕の中ではね。まあ上げてる人もいるんですけど、うん、でもそこをメインで上げてないですよ。これ買ったからこのレビューみたいな。そうやな。まあエアガンレビュー自体はやってる人やっぱ多いけど、けどまあそのナムセンに偏ったなんかそういうのとかはあんまないよな。業界の YouTube 一番有名なオキサバとかあるじゃない。あの人らがまあこれのレビューとかやったことあるんですよ、うんうん、だからそういうのとかではまあ見たりしますけど、けど言ったらそれぐらいだけなんで僕が見るとしたら。で押村さんとか白金ベースさんはさすがに何本かは見たいなっていうのは僕はありますけど、まあ多分これは言っちゃなんですけど、まあ世間一般のサバゲーマーから外れてるからだから俺がちょっとええー、というかあれなのはそうやって王道じゃないことやってんのに、一般受けせえへんことやってんのに2600人いるっていうのはまあ結構すごいんかもしれへんってことだよな。うんうん、やっぱそこやってる人は YouTube ではだいぶ少ない。うん、本当に今言ったように白金ベースさんと志村さんぐらいがまあもうちょい探せばいるかもしれないけど、なんかちょっともうちょっと違うとこで言うたら、この間もハンバーガーハウスに来とったけど、茨城かなんかの、うん、あれなんちゅう名前やったっけな、まあアホカリの動画も撮ったりとかしておる、あれ俺より登録者数多かったと思うし、動画上げたらめっちゃ回ってるし、そういう人もいる。YouTuber をまあめっちゃ見たことはない。何が再生数多いとかちょっと見る人からしたらさ、再生数がどんだけ回ってるかとかってあんまり関係ないやん。まあ例えばエアガンレビュー見るときに何個も同じのが上がってて、例えば今やったらグロックのレビューが何個か上がってて、その中でも再生数いっぱい回ってるやつを見ようかなみたいな、5個も6個もどうせ見てられへんやから、なんか1個か2個見ようと思ったら再生数ええやつ見ようかなとか、それはあるかもしれんな。何か物を運ぶ手だけでいいっすよ。だからその選択肢すらなかったらもう再生数なんてあんま関係ない。日がさしても寒いっすな。え、そう？マシやけども動いてた体動かしてたら結構あったかい。ダイソーミリウォッチベンナスのコピーや520円、550円か、安いっすね。だからこれのいいところは、まあ、そうそう、壊れてる、潰しても惜しくない上に全然売ってんね今でも。朝一じゃあの上着も着てたんですよ。
これでバーでやってちょっと疲れました。で北村君に全然隠れられてへんって言われた。それで下段伏せんな無理が見え見えやな。サンタクロースで強盗する映画はないか。ん？いやめっちゃ感なんかダイハードなんてどうやって ありそうまあダイハードはクリスマスのあれやけど、ね、死体に帽子かぶせてただけです、まあえ強盗するやつで言うたらポイントブレイク、キアヌ・リーブスと、はい、ジェイソン、ちゃうか、パトリック・スウェイジ。いや、結構古い、20年ぐらいは前の映画。だってキアヌ・リーブスがスピードとかやる前のやつやもん、はい、まだ。で、しかも放題はポイントブレイクじゃなくて、ハートブルーやね。これアメリカ人の親戚に言うたら、はぁって言われたもん。なえだから心が沈んでるみたいな意味やんか。なんみたいな。ポイントブレイクってサーフ用語やしな、波が崩れるとこっていう。だから全然意味が違ってくるというか。でサーファーが強盗する話やん。で強盗する時に大統領のマスク、パドリーマスクみたいなかぶって強盗しよう。でそこに潜入捜査して、それがキアヌ・リーブスが FBI の捜査官で、サーファーになって仲間になりよんね。で探りよんね、こういうやつらちゃうかって言うて、でまんまと見つけて仲間というか仲良くなって探りよんねんけど、仲良くなりすぎて、あるあるや。でもそれってな、そんな映画あったやろ。ワイルドスピード。まあいくらでもあるっちゃありますよね。探ればいっぱいある、うん、いやでもな、そのエクストリーム系の遊びがな、ちょっとイカれとるところがおもろい、ね、サーフィンもそうやけど、スカイダイビングとか一通りやりよんね。でそれがちょっとおもろい、ね、キアヌ・リーブスか。僕らの世代やったらマトリックスです。ああもうそれやな、うん、まあまあまあマトリックス、スピードん？デートで来はったやで。どこにですか、お店ですか。いやもうだって画像見せたら、うわ行きたい言うてやろう。もうだってそんな感じしたもん。いやでも大福うまかった。でさずっと VFC とかの話したはるんや。え店でそうVFC の話してるやろ。こんな感じなんやって思ってたら、バッチリ動画上げたはって、それ。え、何の飯動画で上げてますそれ。いやもう30何回しか回ってんから、ちょっとみんな1日2回は見て。カフェ日の出ってやつ。あ、はい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 。だ田中映ってへんわ、多分。まあ映ってんね。声はあの入ってるけどな。いや入ってましたっけ。ちょっとくらい入っちゃうんちゃう。ちょっと入ってるのかな。うん、いや俺もうなるべくあのお店では喋らんようにしてる。存在消してる。普段と違うなって帰ってから言って。普段と違うというか、もうゼロにしてるだけですよ。もう潜んでるだけなんです。何に対して潜んでる。いやあれも世間に対して世間仮の姿